はい。今日はね、まあ当たり前から当たり前のことやけど、人間一つのことに注意したら、後の方がどうしても注意がしにくくなる。例えば、右から何か来ようなと思って右見とったら、こっちは全部抜けていく。ね。一生懸命書いとったら人が言うても分からん。だから一つのことに人間はどうしても注意がいる。だけど、本当はそうじゃなくて、車を運転しとったら、前見とくと、こっちは見と、ここら辺も注意してる。ということで、いろいろ注意する。まあ、両方できるんだけれど、人間は一つのことに注意がいる。そういう話。はい。はい、お願いします。はい、人間、はい、そう考えて、ついてきたら、はい、ついてくることに注意がいる。な、はい、具体的についてくる、つこうと思ったらな、つくことが中心になってくるな、頭を抜けるな、ちょっとな、はい、それで、そういう人間のあれを利用して、相手を一つに集中させて抜けているところを攻める。例えば、はい、普通これやったらあなたは突くことに注意集中したな、僕は受けることに集中したというのが普通だから、普通道場では、はい、こっちやったらこっちやったらこっち一つ一つやけどね、うん、けど先生の気合いは今言ったように相手に2つ以上の注意すべき点を作り出す、はい、あなたは1つ、はい、私は2つ、ね、私は2つ、はい、あなたは1つ、私も1つ、ね、はい、私は2つ、あなたは1つ、こういうふうに あなたの注意を持ってくる、はい、ちょっと僕いいからごまかされるようにね、これ僕こいつこいつ、うん、これ何やねんか、ここまではこう来ると思わせるんだよ、こう来ると思わせるんだよ、だからこう来よう、だからここへあなた救命しよう、特にこっちだよ、あなたの注意をこっちへ向けさせる。で、ここまで来たときに、こうしよう。わかるかな？だから、あなたの注意をまっすぐ、僕まっすぐへ行きようかな。まっすぐやと。いうことで、あなたまっすぐつける。だからこっち注意がいいと。で、途中でふっとかかる。はい、ふっとく。わかるかな？これ、途中まで、こう降りて、こうしよう。と、あなたの注意はこっちへ向いちゃう。ね、だから、これも、ふっとく。これ、これ、こうしよう。これも相手の注意をここまで、こっちへ注意を向けていく。これも一つの
給料を得る。で、帰ってきたってと、すると、あなたは来る。来たら、ケツと、これ、来るから、給料を向けてほしい。それでもついてくるかもわからんから、はい、ついてくるほしいとか。で、普通の人はやらんけれど、そこで、はい、こっちは給料を向けてこうぜって言ってやる。ね、それと、あの、これだけはあなたが注意していなかった。休みになる。なんかそれでも、はい、またこう来る。これは注意するよね。はい、これ注意してて、そうするとこうする。それと、これ、これ、こうしよう。と、注意があるのに注意、こっちへ。で、これ、はい、こうしよう。ということで、注意をさらす。いろいろ、例えば、これ、いろいろあるんだけど、はい、かな。これ、こう声で、と、あっちへ注意向けさせて、ピュッと出ていける。ね。注意。あれも、声の方へ注意を向けさせて、な。次、これね。うわぁどこで行くか分からない。どれ見てるか分からない。ありがとうございます。そういうふうに、注意を、相手の注意を向けさせる。な、僕が普通こう言ったら、これで詰めていきようか。はい。こう言ったら詰めていきようか。だから当然、受ける。だけど、こう言ったらね、こう言ってる。すると、こちら側は受けられるかもわからない。受けられるかもわからない。こう言ってる。それと、ウエストに設定したらいい。ね。あれまだ、向こうでだからいいけど、この時に当てないよ。それと、なんか、ウエーって見せて、ヒンティーになる。あの、そういうふうに、人間、二つしか、一つしか、普通の人は注意がいかん。二つ三ついっぺんに注意して言われたら、ちょっと人間しんどい。それを利用して攻める。どういうこと？だから誘いも一緒。誘うかなと思って乗っていったら、あっち側に注意させておいて、こっち側に。だから日本でやるのに相手が一本しか注意いかないのに日本でやるとか、いうのは全部で、まあ普通の人はまっすぐ取り込んでいくんだけど、まっすぐ取り込んでいかないのもこれでも当たって取ってこれで。あの、まっすぐ飛び込んでくるの、普通はまっすぐ飛び込んでくる。けど、まっすぐ飛び込んでいかない。な。あの、そういうふうに、例えばこれでもさ、ふーって作ったりとか、まず足踏んでくると思うんです。けど、この三つ目が、一つが注意かな、こうやって。こう聞く。
こういうふうに今言った3つ注意点で、なんか3つ気をそういうふうに相手の一つしか原則注意を向けられないの2つ3つと注意すべき点を作る、これと相手は一つやったら対応できるけど、二つ以上は対応だけど、大体さ、見とったらこうやってブイブイとかね、ブイブイとか、そうですね。一つで行くよ。早やっても二つ、三つって連続していくよ。一つで行くよ。それを一つしかできんのをお前と役にとって、二つ、三つをやる。あ、攻撃、攻撃もいいし、受け、受けもいいし、攻撃と受けでもいいし、足も入れて、足も攻撃とか、受けとか、まあ、こう足の受けにはあんまりないけど、いろいろ組み合わせる。だから、対処幕もその中に入れたり、そういうふうにいろんなことを組み合わせて、やったら面白い。普段、要は学生がやっとね、冗談するみたいな。こんなもん、まあ言うたらそれ、普通と受けだけやけど、受け通りに行く。な。これも一緒の、あれやな。学生は、通りに行ったら、あれぐらいしかあれやん。あれはあれね、昔からやってる。両手同時いうのはね、ボクシングでも両手同時は攻撃は反則、反則、もしかしたら名前はラピッドパンチかもわからない、間違いとかもわからない、ラピッドよりも速いパンチと、ラピッドやったらウサギやけど、ラピッドパンチというラピッドって速いって、じゃないかなと思ってる。ボクシングの両手同時ないやろ、両手同時反則、だけどパッと構えたらこっちで、これで両手同時、だからこれでそうはずこの時に、ね、この時にからではね、この手続きで両手同時、ああそれ今言ったやつ、今言ったこう変わるって、だからこれも普通やったら片手、あれは空手の肩にあるもの手続き、現実に使う人はいない、現実に使うさ見たことない、肩にはだから僕がやったら、はい、お前で、これいい歌なの、これ方法せる、これ上やな、上から下やな、あんまりやらない、上やな、だからここやったら、はいってついたら来ないんだけど、分かった、それでこちらの中段の周りに、それでね、これ冗談冗談、な、ゆっくり、これ冗談冗談、な、これそのため当てるつもりで冗談中だ、こういうふうなやつも相手の一つしかできないのを利用するやり方、それから何歩速くても 1,2 が多い、1,2,3 これが多い、
で、愛もやっぱり一つずつやな、うん、だから、相談を利用する相手は一つずつが多いというのを言われる。力道なんだよ、これを言うとき、お前にとってはこれ一つや一つや一つや、ね、解説を一つや、なんとかこうやってやってると思うな、あれも一つや、まあ、もうもう最近言ったらやるな、あれも一つや、だから一つの相手、ボクシングも一つ、カラトも一つやつ、あと何やのか、打ち合わせも、あ、日本憲法なんかも一つ、だから一つを二つで対応する、一つを二つ以上で対応する。となったら、例えば受けと、攻撃と、足の蹴り。とかいうふうな、それで先生そこで大切なみんな力を入れるわけにはいかない。原則受けは力入れない、手だけでよい、最初は手だけでもいい、もちろん両方でもいい、で蹴りをゴーンと前蹴りでこうやる、かなり気合いやるけど、筋的なんか軽い、いつも34度、目も34度、こっちが10ということは、こっちが10、力入ってる、こっちが34度入れたけど、一瞬にあっち力入ってる、で3つやろう思ったら力抜くのがコツ、力入れたら3つできない、力入れたら3つ硬になる、硬になったら3つ動かない、だからそんなんだもん、そこで取ってこれで終わり、うん、はい、これボンって言ってボンって言ってこれで終わり、これ力入っていいな、あの力入っていい、はい、これ力入っていい、命令があるな、あの力入れていいと、これ、力入れていない、これ、力入れていない、まあ、このぐらいのところに、このぐらいのところやな、もう40も入っていない、ちょっとこれを分かると押さえておく、はい、で、これで、ポッと、ポッと、と、力抜いたら、自然体で力抜いたらやれるんじゃないのかなというのは先生の理論で、これ愛3つ一遍に1で起きてもらう、はい、1、はい、それから、はい、1でな、ということで、あ、極めて一瞬に3つのやつをやる、で、元に戻るけど、相手は一つしか注意がいかないというのが普通の人間。だし、自動車に乗ってる人は二つ、三つ、二つ、こう。そうですね。二つぐらいやるよな。っていうかね。けど、ピアノとかエレクトリックとかで、足でこうやって。足でどうやってやるよからな。ある程度、その、こう練習を重ねて重ねていったらできる、だから力を抜いて練習したらできる、ということで一つの方に注意を向ける相手を、あの二つ以上で注意をついていかんようにする、特に今なんか一瞬の話をしたら、パッとある瞬間のことを言うと、連続でも同じ、はい、ちょっと待ちして、はい、これしたらコースのコースになる。で、これ連続したら、
やっぱり人間いうのは今こっち注意で取ったんです。違う方向へ注意が違う問題や。だからそこまで広く取ったら断心連続の問題なんだよ、はい。これの引っ張る。これ振ってやる。別のことやる。ちょっと別のことでは、引きに行く。注意。だから、別のことで、はい、これ、1、2、これでもいい。これ、別のことをやっていく。ちょっと待ってよ。はい、1、2、別のことやってる。これ首やこれ手やね、はい、1、2、別のことやってる。こっちが引っ張ってる、こっちが押してる。ふと非常に2つのことをどういうふうにやられるか難しい。対応は難しい、うん、それから入る。1、2、やる。足もこうやってやるから余計難しい。こういうふうに、あれ、人間は一つしか注意が向かない。だから足くつでやられると引っ張られると押されるとやられたら余計崩れる。だから一つやって、これ二つな。こうしながら、こっち、こっちながら、これ、余計くる。何か、そういうふうに、人間の一つというのを利用する。利用する。例えば、これも、こっち。な、これもこっち、今もこっち。で、ついてくる。これと移動するのを合わせた。それがついでにこっちが遊んだらいかんということで、こうやってこっちこうで、これでこうして、これあとこうする。これともう一回やったら、後ろに座ってこっちこう。こういうことで、人間の一つしかできないことを利用するな。そういう考え方をしたら、はい、例えば、これでも、まあ、これ使えない。これ、1、まあ、見上げる。と。やられた。一頭は急にな、カートからついていけない。で、はい、1、1まではついていけない。頭にはついていけない。うん、それも利用する。人間、こっちが、はい。この時はこれを中心にしよう。これを中心にしようと。1、と。こういうふうに、人間のこの1を利用する。で、そんな時、例えば、あんまりやらないけど、これを利用する。うわそれとも、うわー言うとこれに、と、これに、これに中心やる、うわー言うとこのことが、何されようかな、思って。そういうふうに、人間が一つしかできないことを利用して、いろいろ技を作ろう、考えよう、ということ。はい。
ちょっとな、柔道のルールブック読んだら、柔道の人があんまりやらんなぁと思っとったの。これ反則じゃない。これ反則じゃない。どうだろう、これ反則らしい。そうだね。柔道では、柔道の試合見たかの、なんか、若い時からもなろうかよ。はい。こんな感じじゃなくてな。そうですね、きれいだろう。これは、どうやら柔道では、反則と思われる。なんか、ルールブック書いてみたら、書いとったような、表現がな、難しい表現だから。もしかしたら間違いがある。僕が今まで柔道でその経験がない、誰かスポーツを見たという経験がない、僕自体も先生から習わなかった。でよく見たらどうやら内側から払うのは反則でね、ちょっと今言って構えてる、あんまりここへ来るというふうな、こういうふうな注意あんまりないな、あんまりないな。踏んでる時は本当に力しかないんですよ。いや、あ、いかんということじゃん、いかんということじゃん。だからいかんよってやつは彼らはやらない、やらないから彼らは知らない、やらないことは知らない。当たり前だ。いつ言ってもやらない。教えない。だから習わない。だからやれない。けどよう見たらルールブックでは反則らしい。はい、ちょっとそれ、脱線。そういうことで、一つのことに注意する。という癖がある。普通は。それを逆にとっていろいろ考える。特に両手使うものも明らかにな、違うわけじゃん。な、両手使うのは明らかに、あの、普通の感じなのか。これちょっとさ、ふわーって言うか、あれ、これ、それでな、ふわーって出して、こんな技にありへんな。まあ、そういうふうに両手使うということは相手の一つに対する注意しかできない性格を利用して両手両足を使う。あと何か質問ある？神ばさみもダメだね。神ばさみも、神ばさみダメ、それから川塚掛けダメ、カニバサミダメ。それちょっと次に説明する。カニバサミ。昔はやってましたけど。いや、慣れたことはある。書き方は分かってる。けど昔はあんまり反則反則言わなかった。危ない技っていうのとったと思うけどな。カーズ掛けとか、カニバサミとか、もろ手がのある使い方はダメ。はい、ほんなそれちょっと